女子アナウンサーの副島明アナが NHK ニュースおはよう日本に出演して可愛いと話題になっています。副島明アナといえば英語力や津軽弁についても注目されています。そこで今回は副島明アナについて、結婚した旦那は、カップサイズは、実家が医者で金持ちって本当、こんな内容で書いていきたいと思います。名前副島明、読み方副島明、出身地青森県弘前市、生年月日1991年12月28日、年齢31歳、身長164センチメートル、血液型非公表、趣味カラオケ、温泉巡り、スポーツ観戦、特技クラシックバレエ、ダンス、デビュー2015年、もっと日々、新たに、出演番組、着信音霊、携帯大喜利、おはよう東海、超絶世技、サタデースポーツ、サンデースポーツ、レジェンドの目撃者、NHK ニュースおはよう日本、1991年12月28日に青森県弘前市で誕生した副島明さん。家族構成は父、母、兄、妹の5人家族です。幼少期からクラシックバレエを習っており、6歳から10年ほど習っているそうです。めという名前は隣のトトロのめいちゃんから名付けられたそうです。高校は青森県立弘前高等学校に進学。高校時代にはアナウンス部に在籍し、2008年には NHK 杯全国高校放送コンテストのアナウンス部門にて優良に選出されています。高校3年間毎年 N コンのアナウンス部門に出場していたという副島明アナは、1分半の原稿に常に悩みながら時間を見つけては原稿を読む練習を全力で取り組んでいたそうです。この実績が認められ、2009年春の選抜野球大会では開会式と閉会式の司会に抜擢されています。その時の準優勝投手が当時超高校級と話題になっていた菊池雄星投手だったのですが、いつの日かアナウンサーになって菊池投手にインタビューしたい、甲子園で司会をした後そう思うようになりました。それから9年経った去年の秋、海を渡る前の菊池投手にインタビューすることができました。夢が叶った瞬間でした。大学は慶応義塾大学に進学、大学時代はダンスサークルに所属しており、副部長を務め主にヒップホップダンスを踊っていました。アナウンサーを夢見てテレビ朝日アスクに通学し、アナウンサーとしての基礎を学んでいます。また大学時代にアメリカのユタ大学に留学した経歴もあります。大学卒業後に NHK にアナウンサーとして入局しています。試験は自信が全くなかったそうですが、ダンスのことだけは自信を持って生き生きと話せたことが合格につながったと分析しています。2015年、2016年は NHK 大分放送局に在籍、2015年6月7日放送の NHK とっておきマンデーで新人お披露目として初テレビ出演しています。2017年は NHK 名古屋放送局に在籍、おはよう日本の東海版おはよう東海や夜のドキュメンタリー番組超絶世技などの番組に出演。2018年4月からは東京アナウンス室に移動、名古屋に移動からわずか1年で東京に上がってきたことから、局の上層部からかなり期待されていたことがわかります。土日曜日の看板スポーツ番組ともいえるサタデースポーツとサンデースポーツのキャスターに抜擢、レジェンドの目撃者の司会やドキュメンタリー番組のナレーションなども務めています。2022年4月からは NHK ニュースおはよう日本のサブキャスターに抜擢、 NHK 朝の顔として活躍中です。副島明アナのカップサイズがいくつなのか、ネット上でも注目されていますね。グラビアやモデルなどの活動はしていないため公表されてはいないので、画像から予想してみたいと思います。素晴らしいスタイルですよね。福島さんの前にサンデースポーツのキャスターを務めていた杉浦幸アナを彷彿とさせるスタイルの良さです。局内では入社から3年で出世コースである東京アナウンス室に異動となったことで上層部から猛烈プッシュがあったと言われています。
同期の中では最速での東京アナウンス室への抜擢ですから、カップのサイズも影響したのかもしれないですね。副島明さんの実家はお金持ちではないかと言われています。というのもお嬢様っぽい上品な立ち振る舞いやクラシックバレエピアノなどの習い事をしていること、兄弟3人全員が私立大学を卒業していることなどから、実家が金持ち説があるようですね。そして実家会社ではないかと言われているんですが、副島さんの地元である青森県弘前市に副島胃腸科内科という病院があることが噂の始まりのようです。ただ福島アナが実家や父親の職業について何か言及しているわけではなく、あくまで名字が一致しているだけということになります。福島という名字は青森県におよそ220人、そのうち弘前市には10人というデータがありますので、この病院が実家とまでは断言できなくとも、少なくとも身内である可能性は高そうですね。副島明アナを検索で調べてみると、結婚、旦那という関連ワードが表示されます。結論から言うと、副島明アナは結婚しておらず独身です。また過去に週刊誌やネットニュースなどでの熱愛スクープがあるのかも調べてみましたが、こちらも見当たりませんでした。ただネット上で噂になっている人物がプロ野球選手の山本由伸投手です。2020年2月にサンデースポーツで山本由伸選手にインタビューしたのですが、この時の予告ツイートの写真が大きな波紋を呼びました。またこれだけではなく、インタビュー中にはお互いが見つめ合うシーンがあるなど、ただならぬ関係ではない雰囲気が漂っていました。これを見ると付き合っているのか、もしくは副島明アナが狙っているようにも見えますよね。山本投手はこのインタビューの後大活躍し、東京オリンピックでは日本代表のエースとして金メダルに大きく貢献しています。もしかしたらその活躍の裏に副島明アナの存在があったのかもしれないですね。 NHK のアナウンサーである副島明さんって可愛くて知っている方もいるのではないでしょうか。そんな福島さんは実家が豪邸でお金持ちだなんて噂があるようです。どこからそんな情報が出てきたのかも気になるところですが、福島さんのプロフィールも含め、家族や彼氏、結婚の噂についてもご紹介していきます。福島さんのスタイルの良さが分かったところで、家族について気になりませんか。どうやら豪邸でお金持ちとの噂もあるようです。結論から言うと、実家がお金持ちとの噂は確かにあるようですが、豪邸という情報についてはありませんでした。ただ福島さんの趣味はクラシックバレエ、書道、ピアノと幼少期に習い事をされていて、裕福なイメージがつきますよね。習い事も少額なお金で始めることはできません。それに慶応義塾大学に通われているため、進学に多額なお金が必要なので、お金持ちとの印象も持たれがちです。福島さんは姉と兄がいるそうで、もしお姉さんとお兄さんも大学に進学されているのであれば、3人分の進学費用が必要となります。そういった面から考えると、お金持ちで裕福な家庭で育ったのではないかと思います。ちなみに家族構成は両親と祖母に姉と兄の6人だそうです。きっとお姉さんとお兄さんも頭脳明晰な方でしょう。容姿端麗で美人な福島さんに彼氏はいるのでしょうか。スタイルもよく、これだけ可愛いと話題の福島さん習いてもおかしくないですよね。しかし彼氏につながるようなスクープや情報は一切ありませんでした。ただスポーツをメインとしたアナウンサーを務めていますので、スポーツ選手とつながる機会が多いです。現在はアナウンサーのほとんどの方がスポーツ選手とご結婚されたりお付き合いをされていますよね。もしかするとスクープされていないだけで、スポーツ選手とお付き合いをされたりしているかも。副島明アナのプロフィールを家族構成も含めご紹介しました。気になる身長は163cmで、おそらくカップは D カップだろうと思われます。実家が豪邸という噂は定かにはなりませんでしたが、裕福な家庭ということは間違いないです。今後彼氏とのスクープや結婚という情報がもしかすると出てくるかもしれませんね。福島
という名字は青森県におよそ220人、そのうち弘前市には10人というデータがありますので、この病院が実家とまでは断言できなくとも、少なくとも身内である可能性は高そうですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。